さあ先ほど俺をぶっ殺したオルル君が出てきましたね。そうです、タロキシさんも殺しました。全然怒ってないよ、全然怒ってないよ。さあガン攻めしていく、侵略すること馬鹿の如し。さあできる、当てに死に投げ。さあなんかいろいろうさんくさいけどダメージ取ってるのは俺の方は。さあガーキャン、それはダメ、オーロラルアイ、ハリア三段からオーロラ、置き攻めは歩き投げさあ低空ハリア、さあキンディを振っていく。キンディがですね3フレなんで、これうまいですね、ハリアが出てますからね、これ確定です。ガドーさんのキンディは3フレしかも D 投げもある。さあしっかり入れたかったけどフェイントです、いろいろミスってる佐藤ジェニー。なんであれが勝つんだろうね、まあ、ジェニーはうさんくさい。ああいうのが城崎から行きたかった、失敗です。ああ、ダブルハリア狙ってる、見えない、繋がってない、わかんないよこれ。ああああああ、最後は2ビーター8へ勝ったのは佐藤ジェニー3連勝。勝負です。さて次誰が行きますかね。ゴンちゃん、ゴンズさん、ワンピー側上級者出てくるのはゴンちゃんですね。はい、ゴンちゃん、ゴンちゃん、ツーピーが出てくるのはダイガンさん。さあゴンズさんのテリーと、おっとダイガンさんがカイン。さあフリーマンかなと思って当てたら、真摯で送り出したテリーフォワードが戦うのラスボスでござった。ダンク漏れだが当たってる。さあこのチャージ連携返し方が分からないと結構辛いぞ。さあ火つけてしっかりダンクで落とす、体力リードしてるのはゴンズテリー。さあ漏れちゃうランスパンザー、さあその距離の精霊はダメです。さあしっかりパンツァーをガードしてから壊します、ストルフ。さあダンクダンク、一度の取るゴンズさんのテリー。さあ強パンツァーが漏れたところにウェーブが刺さった。さあブレーキング失敗するけど何もない。さあパンツァー、さすがにブレーキングする、壊し壊しからバスターが出ない。ガハキャンガリーの壊しダンク。さあこの TOP を消したいテリー側、あー美味しい、あー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 ああ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 あ、トリプルゲイザー。さあ割りに行く、ダンクから潜在バスタオフ。さあそしてダイガンさん負けた瞬間にフリーマンの方が強いわと一言。さあ初中級出てくるのはベインさん、テリー対決ですね。さあ赤取られてる人ですねこのキャラ。
この二人キャラもカラーも一緒なんですね。あれ一回テリー使ったからフリーマンになった。さあブヨディ 2,3 段目は遅れている。さあ上先からブヨディ、なんか動きが、さあ川の人投げて集め体力がなくなるゴンスリー、あほぼパーフェクト。エシアン取っていく、ベインさんのフリーマン、さあ禁止2シーウェイブを入れて壊し壊し、何も打たない。バスターが出なかったのか、それとも本当に何も入れてないのか。さあ片目はしっかり全部ガードしている。さあ TOP アタックが漏れたところに、素晴らしいパワーチャージから禁止禁止しゃがしフェイントタッチ、パワーチャージ 1P1 なので多分あれが最大でしょうね。ノーゲージで結構難しいんですよ。さあまさにナイトメア、ガードされたら壊しから潜在マッサル、まさにナイトメア。さあなぜか取られたゴンズさんがガッツポーズ。さあリードしてるのはフリーマンだ。さあダンクで切り返す、投げ暴れが通って勝ったのメインさんのフリーマン。許しません。はい、ちなみに初中級はあと何人くらいいるんですかね。あと8人。はい、今いる人たちあれですな全員ほぼ3連勝してできません。タロキチさん出てほしいんですけど、よろしいでしょうか。タロキチさん出てもらってもいいですか。フリーマンだからぶっ壊しちゃってください。これがキャラ完成。ワンピーが出てくるのはタルキさんのグラント。まあ言うまでもない、ガロの動画見てる人はみんな知ってる辛い組み合わせ。上作からムーディー遠心、さあジャンディ、さあ甘えたところに上作からムーディー投げて、さあジャンプ B からコパコパ円月輪、ちょっと安いんだよなあれがな。さああとはグランドさん、そうです、その動き、まるで伊藤ボルトを放出させるこの動き、真面目にやってます。さあフリーマン何もしないんじゃないんです、何もできないんです、もうやめてあげてよ追いついたけど遠心、さあ追いついて足払いエイチラン飛んでいく、タロキさんのグラント、アテンダン、さあ裏でしたコバコバ円月輪、もう絶望的、やるしかないフリーマン、戦うしかないフリーマン、戦っていただきたいさあナイトメア突進、ドーン、安い動いたところを投げていく、そうですね、判定が前に出てれば投げれます、グラントでもね。もう完全にタルキス今どうやって倒そっかなみたいな状況です。これが上級者の余裕、最後は禁止、
fight! The challenger!さあ出てくるのはアジョーさんのケミン。さあ開幕突進、突進、突進、当たってしまう。さあ完全にタキさん、お前知らねえだろムーブしてますだがこれが重要、強調、強調でメッシュ施設ですね。さあ裏でしたが TOP に阻まれる。コーパーコーパーエンゲスリン、アボイドしっかり見てました。一郎のトロタロキスさんのグラント。さあ突進開幕。さあ投げて置き攻め禁止から中断。さあ駒投げは飛んで避けてジャンディーコパンエンゲスリン。さあこの状態でも油断はできない相手はケミン。反乱の男を逮捕することができるか、逃げ切るか反乱の男。足払い、さあ落ちるを見てからしっかり当たるんだ。3ヒットしかしていない。逆ガード、コパコパエンゲスリーしっかり決めてタロキスさんのグラウンド勝利。初中級が出てくるのがチャーシューさんのジェニー。さあハリア対突進みたいな絵面になってる。さあこうしてローリングサンダー、これが減ります。実は威力が高い TOP アタック。さあ移動強調、ブレーキング失敗したけど関係ない、移動強調。さあチャージュじゃん、何も対応できない、完全にショガリムーブ。一ラウンド取っていくタロキスさんのグラント。さあハリア先にティオピを削る。さあトマホークカウンターヒット。さあ体力リードしてるけど、さあ突進が当たって突進突進破天弾潜在で死んでという。さあオールはですが無敵はありません。タロキさん3連勝、タロキさんありがとうございます。いやーオルルクに負けたからね、我々はオルルクに負けてるんでね、頑張るしかない、やるしかないですね。おい頼むケント、お前ら順番決めろ。田中健人、どっちが先出んの？はい、じゃあ上級側田中君が出ます。ちょっとコメントであるんですが、フリーマンは面白いですよ、辛いですけど。はい、さあ出てくるのがリベッチさんのジェニー。さあ田中くんしっかり勝っていただきたい。さあ飛んだらくなげ、歩いて投げて置き攻め、ショージャン A からしっかり極左、ハリアの当たらない距離でゲージ溜めて、ゲージを溜めて、ゲージを溜める、食らっても関係ありません。リードしてるのはドファンが逃げてゲージをとにかく溜める。さあリベッジさんが
この大会の存在意義はわからないと。さあ上級者側が必死になって初中級を殺しに行く。まあ自分もその一人なんでね。さあ飛んだら投げる。ドンファン理想の立ち回り、スカットロボメシ、しっかりスパドン。勝ったのはタナドンファン。ちょっとあれだね、存在意義がとか言われるとちょっと悩むよね。さあ出てくる森さんのグラント、歩いて投げて、協調メッショ、大突進。さあ足場で置いてあったところに突進。さあめくりなんだ。リードしてるのは森さんのグラント。突進をジャストして歩いて投げてからの小ジャンプから強空差、投げをしっかり抜ける。しっかりバックジャンプジャストのスパドン。ちょっと遠くて届かないけど、あれ強空差なら届いたんじゃないかな。飛んだら空投げ、ジュッとやってバッ。さあ一段取ってくる田中君のドンファン。さあ突進、飛んだら投げる、飛んだら投げる。いやーグラント弱え。実際問題ですね。さあジャンディがしっかりコパンエース、ジャンプ2度振るとクラウン判定も前に出ちゃうんで、それも投げれちゃうんですね。タナ君が何よりクワイがうまい。さあどんなの投げる、通常投げもあるよ、ぶっ破してもダメ。森さん席立っちゃってる。今のは別だ、こんなにだって必死にやってたのに出てなかったよ。タナさん、あの最後俺様かなんかですか。最後のは、はい、ミスです。さあ出てくる坂本さんのガト、開幕コーナー。さあ橋に押し付けた、さあ中段からしっかりゼロキをバックして入れてます。さあ投げられる、歩き投げ、置き攻めはちょっとジャンプしすぎましたね、距離が合わなかったっす。おお今のかかとをちゃんとバックスしている、素晴らしい。足払い刺して、さあどうする、お互い体力近いぞ、結構怪しいところ、小ジャンプしっかりと隙間見えてますね、素晴らしい。もう足当たったけどゲージがない、投げれない、後ろ蹴りが2ミリし、雷鳴は失敗、当たっちゃったけど時間が足りない、足払いでよかった。さあ坂本さん金リーガーズ今ゼロ決めいきたかったですね。さあ出ない、中段今度ダブルアップに行ったがそれも当たらず、さあ先に TOP を削られてしまったガトー側。さあ効果が当たって同方側も TOP がなくなる、ゼロ基盤が出ない、かかとカウンター、金ディフェンダーしゃがしいから雷鳴弾待って投げてゲージ溜めながら様子見、足払い中段ゼロキバー、千載万を食らって死んだ。
勝ったのは坂本さん。はい、上級者最後一人です、ケント君。あと何人、あと2人、坂本さん入れて3人、坂本さん入れて3人。引き分けじゃないでしょ、殺し切ったからこっちの勝ちでしょ。さあ、ケントさんがスーパー拾ってます。えさあ、開幕パンツァー、ランツパンツァー、ランツェパンツァー、ランツェダッシュから割りに行くけどちょっと遠いから金ビーが届かない。フレームフレーム、ランツェランツェに行かず、さあ割りに行った、しっかり計算できてる、これが上級者のカイン。さあ、ガトー戦はですね、去年ガトーはゲージも2本すぐ溜めちゃうんで割り切ってますね。しゃーっしゃー、しっかりしてる、最速ランツェブレーキングから画面始めたらアーテムがつながります。さあ割りに行く、けど隙間があったから投げからセットプレー。さあ相打ち上等、しっかり見てる、ゲース開け、バックルステ投げ漏れかな、最後は着地に2フィニッシュ。なんでケンさん席立ってるっす、終わりじゃないっすよ。出てくるのは若葉マークさんの、若葉マークさんの、若葉マークさんの、ん？ドンファン？リセット。はい、というわけで若葉マークさんのグラントですね。さあ、会員対グラント、あの国運流が出てた。そう、とにかくゲージを作りたいんですね、お互い。さあ、ランスカウンター、おっと、なんか出た、おっと、パンツは出てないよ。さあ、ガクラッシュを貯めてカウンター、シュワルツフレーム。さあ、強調メッション、とりあえず画面端が脱出。そうですね、メッション施設体が後ろに伸びちゃってるんで、フレーム通り越したと思った後に当たるんですよね。さあ、そうなんです、ちょっと様子見して、コパン振るとそれにランツが待ってるんです。さあ、めくり、ジャンプシーンはめくりが簡単に狙いますね。ランツカウンターにしっかり、もう一回ランツ一覧取っているケント会員。さあ、様子見がグラント側されるときついけど、こっちもしなきゃいけない。ああいうコパンに円月に出したいんだが、食らってしっかりランツェ、ランツェパンツァーがちょっと遅れたかな、ブレーキング失敗して、ランツェブレーキング失敗してるけどダメージ取ってるから関係ないです。おっと、精霊出ません。さあ、きつい、若者さんどうする。さあ、出ました、クソゲーバックステから、潜在精霊。はい、初中級がラストです。セクシーさん、またもグラント。開幕パンツァで突っ込む、
さあ、愛しようとランチパンツァー投げからの強乱世、暴れるとランチ食らいます。壊し壊し連携ランチ、普通にやったら出ないこのランチ。さあ、だが体力少しずつ奪っていくが、どうする、グラント。出す、ゲ、ああなんで出しすんの、あーあーあああああケントシー今ダッシュしないでフレームだけでよかったんじゃ。さあゴシランツダッシュコパン、ダッシュコパン破天だ、動いてしまってた。おっとちょっとためが足りませんでしたね。さあ、あれは実は当てた後グラウンド不利ですからね。ランズパンツァー、ランズパンツァー置き詰めは禁止、フェイント色失敗してるけど割りに行く、あーコンボ失敗してごまかしに行く。ランズパンツァー勝ったのはケントカイン。というわけでまあね、一応上級者の勝利なんですけど、ぶっちゃけでいいっすか、メインキャラ使ったら勝つわ。でも結構人数ギリギリよ、ぴったりよぴったり。はい、我々もまだまだ努力が足りませんね。はい、というわけで一応勝ちになるのかな、上級者チームの勝ちなんです。はい、とりあえず上級者はチームを買います。男の子のケント、ツボブラス、タダ君が女の子だったらさん、ニューさん、ゴンズさん、タダ、アットマーク仕事始めましたさん、タロキさんの7名ですね。はい、我々もっと精進しましょう。あれ、モーガー面白い。まあ特に上級者から言葉とかいらないね、みんなの試合やってるし。というわけで、アルさん締めだけお願いします。はい、じゃあ本日の大会は勝利したのが上級側、はい、そうです、はい、きっちり仕事をしていただいたと思いますので、はい、じゃあいつも通り、はい、告知の方に行きます。毎週木曜日21時からガローの交流戦やってます。本日のように2チームに分けての紅白戦をやったりですね、2on2、3on3 なんかやったりですね、あとは初中級トーナメント、上級トーナメントのダブルトーナメントやったりしてますので、はい、お気軽にこちらの大会誰でも参加できますので、お気軽にご参加ください。あとですね、第2、第4、第5の水曜日に新しくガローの中級者大会ありますので、こちらの方ですね、腕試し的な大会になってますので、はい、上級目指してやっていきたいという方は水曜の大会もぜひご利用ください。またそのですね、水曜の中級者大会が新設されたことにより、土曜の大会がですね、夕方からのは初級者大会になってますので、はい、中級以上の方は参加できませんのでご注意ください。土曜日は21時から無差別級大会もやってますと。はい、まあ、告知の方はそんなところですかね。ケンさんが、今電話中なんですけど、アメグラの対戦会ですね、今度の、日曜日、はい、日曜日に対戦会やりますので、はい、まあ、詳細はケンズさんのブログの方ですね、そちらの方をご覧くださいと。まあ、じゃあ今日はこんなところですかね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。